こんにちは、タカです。プレゼント企画ね、第7回プレゼント企画、昨日動画アップしましたけれども、昨日というか、夜中ね、で、このイーレンの万年筆、イーレン359、これはちょっとあのスケルトンの青だけど透明のやつね、で、質問というかコメントでね、カートリッジが使えるのかどうかっていうのがあったんで、ちょっと試してみようかな。ちょうど今ね、手元にラミーのコンバーターがないんだよね。これ、ちょっとね、これはインク入ってるしな、ちょっとコンバーターは使えないけど、ラミーのカートリッジが、ちょっとね、使えるのかどうかですよね。チェックしてみよう。こうなんか穴のサイズ的にはいけそうな気がするよね。で、実際ね、ラミーのコンバーターはこれ入るんで、これも使えるんじゃないかなと。でも、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、これぶつかって入らないかも。ちょっとね、今これこのまんまだと突っかえて閉まらない。これサファリだとこうね、ネジを回していくとグッとこう入るようにできてるけど、これ入らないな。刺してみます。一回刺してみる。あれ、なんかもう穴開いてる、ちょっと開いてるっぽい。なんかインクついちゃった。まあいいや、刺しちゃおう。えい。サイズ的にはここはね大丈夫だけど、きついね。きついけど、カートリッジ差し込んだらこれちゃんとつきましたね。ラミーのサファリみたいにカートリッジをセットして、この軸をつけながらカートリッジを差し込むみたいなね、そういう感じにはならないけど、カートリッジをブスッと刺してからだとこれちゃんと軸つけられましたね。これでインク漏れとかその辺の心配がなければね。ちょっとインク出るまで待ってみようかな。これプレゼント企画の動画で使った紙ね。そのまんま、まあまだですよね。ちょっと待ちます。出た。
ラミーのカートリッジを使ってます、つけてます。うん、まあなんとなくね、問題なさそうな感じはします。しっかりとはまってるし、多分インク漏れとかもないんだろうなと。うん。思いますけどね。若干カートリッジ装着するときにきついかもしれないなっていう気はするけど、まあそのぐらいです。うん。サイズ的にはぴったり。ぴったりって長さ的にちょっと、うん、あれだけど、サイズってあれね、長さじゃなくて太さね、うん、は大丈夫だと思いますね。うん、一応コンバー、まあカートリッジじゃなくてコンバーターセットでついてるからね、うん、いろんなインク楽しめる分コンバーターでいいかなっていう気もしますけど、カートリッジもラミーのカートリッジ大丈夫そうですっていう感じですね。うん、はい。